関根シュレック秀樹 VS ヤン・ソン・クップ。レイマ猪木軍 VS 世界格闘技軍、ただいまより第4試合司法戦を行います。はじめに青コーナーよりヤン・ソン・クップ選手の入場です。燃える闘魂アントニオ猪木対伝説の熊殺しウィリー・ウィリアムス、その一戦を彷彿とさせる好カードが組まれました。猪木ボンバーイエー巌流島 in 両国。あの時ウィリー・ウィリアムスは世界3位、令和の時代になり、今回参戦する極真の空手家は世界大会準優勝という実績の持ち主。あのウィリー・ウィリアムスを彷彿とさせる、ご覧の通り上半身裸、下は胴衣というヤン・ソン・クップが入場してきました。キックボクシングではプロでの実績もあります。そのヤン・ソン・クップ初めての巌流島ルールに臨むことになりました。相手はプロレスラーです。続きまして赤コーナーより関根シュレック秀樹選手の入場です。おっと、この入場テーマは なんと関根シュレック秀樹ならぬ関根ベイダー秀樹かと思いきや違う怪物くんだ。鈴木博明の登場。その横に関根ベイダー秀樹というべきか。あのビッグバンベイダーをホストさせますこのマスク、プロレスラーとして参戦をすることになりましたこの関根シュレック秀樹です。打撃コーチであるベルウッドファイトチーム鈴木博明怪物くんと共に入場してまいりました。令和猪木軍です。185センチ 97.7キログラム、極真空手チェコヤン・ソン・クップ極真世界大会準優勝ヤン・ソン・クップ。赤コーナー175センチ 119.1キログラム、プロレス日本関根シュレック秀樹。元警察官、柔術家、 MMA ファイター、そして今夜は MMA ファイターからプロレスラーへ、関根シュレック秀樹。この試合は3分3ラウンドの巌流島ルールで行います。プロレスラーとしてこの一戦を迎えるという話をしていた関根シュレック秀樹です。1ラウンドに3回転落したら TKO 負けとなります。ご覧の通り身長差10センチヤン・ソン・クップが上回ります。そしてこの巌流島ルールですから、転落の一本勝ち一本負けはありです。さあ第1ラウンド始まりました。距離感、そういう距離感、ガードの距離感やったら近いですよ。なるほど、アントニオ猪木対ウィリー・ウィリアムスの一戦を超えるような戦いをしよう、そう呼びかけた関根シュレック秀樹。まあこれからおっさん、はい、やっぱりあの打撃がありますからね、ヤン・ソン・クップはね。そうですね、ジャブとかじゃなくて突きなんでしょうね、ちょっとスタンスが広いんで、はい、あでもヤン・ソン・クップはうまく回ってますね。そうですね、左の中段回し蹴りようになってきました。破壊力はすごいですから。そうですね、あのテイシエラが世界大会でチャンピオンになった時の準優勝で、ね、さあここで右のストレスも出していきます。いや、いいですよ、ヤン・ソン・クップがいいですね、関根としては右のフック振っていきます。先ほどから何度もスイングフックを見せています関根シュレック秀樹。タックルだ、
テイクダウン、うん、4番ナイスタックルですね、ここから30秒ですけど、そうですね、ここから30秒寝技の攻防になりますが、足を取っていきます。おっと、ここは足換に入っていこうというところでしょうか。一旦離れました。離れました。猪木あり状態です。ちゃんと対策立ててます、ちゃんと対策立ててますよね。はい、まあ、僕ね、子供の頃一番興奮したのは猪木ウィリー戦なんですけど、そこからもう今40年ですか、30年ですか、です、ね、しかも97年にもやってますからね。そうですね、はい、まあ、その最初の猪木、はい、ウィリー戦でも本当興奮して僕も人生狂わされた感じなんですけど、そこからやっぱり格闘技って進化しましたよね。そうですね、また蹴り足に合わせてタックル、しかし蹴り上げあります。このペダラーダがありますが、さあ猪木あり状態になっています。ソークップいいですよ、ヤン選手いいですね。さあパウンド上から放っていこうという、そして足を狙っていきます。アキレス腱型に捉えていこうというところの関根シュレック、いい出来でありますが、体を回転させる。これ場外に逃げたらダメなんですか。逃げちゃって、消極的に取られるだけですね。いや、ヤンソックも取りに行ってますね。ここでアキレス腱型に取っていこうというところの関根、うん、そして一方のヤンソークップも取っていきました。このカウントいいですね。大事からしたら結構いいですよ、初めての、今回の今日のガンリズムで初めて攻防が見られた。そうですね、今まであっという間に終わってしまったあっという間の一瞬のあれだ、でもこれはね、武術って一瞬なんですよね、やっぱお互い武器が違うし、はい、顔面入りそうですよね、そのバッと仕掛けないときに見合ってしまうと、このパンチ抜きになるのが三日月きました今、はい、前蹴りがね、今の三日月で相手のレバーに引かせようというところでしょうが、しかし組みついてきた。さらには足をかけていきます。大外刈りの形から倒していきました。テイクダウン成功的で横四方になってますから、これ体が半分白いところに残ってるんで、これまだまだ攻撃有効なんですよね、そうなんですね、はい、この白い土俵のあたりです。ここに足がかかっていますと、また攻撃は有効ということになりますが、このぐらいね、ヤンソークップが寝技ができると、30秒というのはきついですね。なるほど、シュレックさんとも家どもですね、盆栽ジュースと家でもなかなかこれだけヤンソークップができるとは、はい、って感じでしょうね。ヤンソークップはなんといっても、おっと三日月入りました、おっとここで第1ラウンドが終わりました。なんといってもですね、谷川さん、元 UFC チャンピオンである、はい、イリー・プロハースカと同じチェコで練習もしてるっていう話ですから、ね、彼と今チャンピオンになりましたよね、ライジンからね。そうですよ、ライジンのライトヘビー級チャンピオンから UFC のライトヘビー級チャンピオンになった。今肩の負傷で王座返上したんですが、同じチェコということで、そのプロハースカと練習をしているということなんですよ、MMA の。だからそういう意味ではですね、かなりこうどんどん強くなってるわけですよね。鹿児島でですね、はい、支部にいたんですよ、ヤンソークで。やっぱり菊野選手が極真空手出身 で、はい、そうですね、同じ門下だったんですよね、だから今回菊野選手がセコンドについて、やってますけど、聞くのがね、言ってたのはやっぱりこの三日月蹴りがめっちゃ効くって言ってましたね。聞くの選手イコール三日月蹴りでもありますからね、だけどそのヤンソコップの三日月蹴りがめちゃくちゃ効く。なるほど。で、あと後ろ回し蹴りが出てくる。これは結構見応えのある第一ラウンドになりましたよ、おっさん。はい、そうですね、結構そのテイクダウンで距離詰めなかったら結構大打撃打てると思うんですよね、で今関根選手ガードがちょっと雑くなってきてるんで、見合うとやばいですよ。なるほど、やはり距離入ったらすぐタックルとか していくべきかな。なるほど、もう近づいたらすぐに組みついた方がいいという。さあここでまた右を振っていこうという関根シュレック秀樹です。右のローキック、距離をうまく見てますよね、ソークップ。そうですね、ソークップが何かこう見えない圧力を加えていこうというところでありましょうか。前蹴りを放っていこうとしています。そして一方の関根は時に見せるこのタックルです。しかし裁かれました。さあ、ワン、スリー、コンビネーションブロー、はい、いや、ここはうまく距離取りましたね、距離取りましたね、やはり相手プロレスラーということもありまして、タックルに来る、組みついてくるということは分かっているソークップ、その距離感です。まっすぐ下がらないですよね、半円サークルみたいな。なるほど、そこがいいですよね、シュレックさんちょっと苦戦してますね。そうですね、三日月蹴りを放ってワンツー放っていきました。K1 にも参戦していたヤンソークップ、左のインローを放っていま ます、ね、このインロー、相手の左足を狙っていく、このローキックからパンチへのコンビネーションというものもしっかりと散らしていきます。左の突きを放っていきましたヤンソークップ。そして左の突き、そしてまたタックルを狙っていく、この時にヤンですよね、はい、
なかなかちょっとポツさん組めませんねこれ。だから今距離支配してますよ、MMA ができてますよね。そうですね、 MMA の その対応もできてますよね、はい、ヤンソクップが、そしてローキックを放っていく下段回し蹴りではありますが身を刺していきました関根シレック秀樹。さらに大内蹴りを狙っていこうというところを崩していきました。さあここからは蹴り上げがありますが相手を逆さまにしてさらに場外、ちょっと場外です。シュレックさんにしてみるといつもの管理事務でちょっと狭いんですよね、はい、リングの中の、ロープを外した形なんで、はい、ちょっと狭いなって感じだと思いますね。今のはちょっと勝手が違うかもしれませんね。勝手が違うかもしれないですね、もう管理事務ルールはもう慣れてるんですけど、はい、でもこのそれよりもヤンソークップがもう対応ができてるんですよ、ね、そうですね。あとやはりあれだけインローも含めて左の足に攻撃を受けてますからね、ちょっと怖いところがありますけれどもね。関根としてはまたタックルを狙っていこうというところです。ここで反応前ですね、ビナパー、はい、そして膝ここで寄り切っていきました。組みついていきましたが有効です。これがあと1回ありますと転落と1回に数えられますね、はい。シュレック選手、有効だったんです。シュレック選手も落ちたんですけど、はい、シュレック選手がの体として落としたということで。そうですね、ですからこういった戦い方も落ちたんあるかもしれませんね。ガンリジマルールで走るっていう行為が結構有効なんかな。そうですね、走るって行為も強いですよ、さあ崩していきました。ダブルレッグからさらに寝技に入っていきます。足狙うしかないかな、腕が取りにくいですよね。ここはヒールフックに入っていこうとしています。ヒールフックに捉えた、ひねり上げていく関根シレック秀樹。これきついかもしれないですね、どこも入ってるかな。ここでしかしかかとで蹴っていこうというソークップでありますが外れました。またここは足を捉えていくでしょうか、関根シレック秀樹。だからワンチャンしかないんですよ、そうですね、30秒と1回関節の中かけられないと、はい、これブレイクなんですよね、ですから本当に捕まえたらそこで決めるしかないということですね。決めるしかないんですよ、これ1回の関節技しか無理ですね。1回外れてしまいますともチャンスはないということですよね、はい、残り時間あとわずかになりました。タックルダブルレッグに入っていこうという関根シレックリキ、そのまんま落下していきました。あれ止まりみたいな感じで有効ですか、いや止まりがない、はい、だから今はあれですね、ヤン選手のが落としたと、ね、なるほど。今のはヤンソークップ有効になりました。このオス選手はこれあれなんですよ、この関連島って巴投げすごい有効なんですよ。なるほど、さっきみたいな貴健心みたいな特進してくるやついるじゃないですか、はい、あれめっちゃ巴投げかかるんですよ。それ一番初めのなんか帯取り返しみたいな、そうですね、中谷優雅選手がオープニングファイトに見せましたね、はいはい、だから貴健心が突進してきたじゃないですか、はいはい、時にアンブリッツはぶつかってたじゃないですか、ぶつかろうとか耐えようとしたんですが、あれ寝た方がいいんですよ。引き込むと、ね、引き込んだ方がいいんですよ。引き込んで巴投げした方が有効。それで関連島で尾身川選手なんかバンバン巴投げ決まって、菊野選手とか空中に舞い上がってましたから、でそれも知ってますよね、ソーク選手は。さあこの後は3ラウンド目になります。巌流島に対する競技体系が結構そのトップの方ができてるところですよね。はい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 、 MMA ではなく、そうですね、 MMA じゃなくて巌流島ができてます。両選手は闘技場へお戻りください。両選手は闘技場へお戻りください。真面目なんですね、だってシュレック選手なんかもう何回やってるのか5、6回やってると思うんですよね、はい、巌流島ルールで。ファイナルラウンド、さあファイナルラウンドを迎えました。サミ詰めてくるのか、圧かけてきますよ、圧かけてきますね、ここはおっと片足、そして転落に導いていこうというところ、ね、これは転落一つ取りました。あと二つ転落が欲しいところでありますが、結構転落狙うんじゃないですか、狙うんですよね。1ラウンドのうち転落3回で1ラウンドのうち転落3回で一本勝ちです。転落を狙っていきました。転落これ、ね、あと1回ですね、あと1回です、はい。あと見合いたくないんでしょうね、馬鹿行きもらうぐらいだったら突っ込んでいきたいですよ ね、 そうですね、さああと1回です。リーチをかけているのは関根シュレック秀樹の方です。さあ飛び込んでいった、そして崩していく、おっとこれはうっちゃになりました、あれも落ちるのですよね、あれ転落です、ね、谷川さん指で張ったやつですね、巴投げ、巴投げが有効なんですよ。なるほど、本当にね、転落滑り込んだ方がいいですね、ちょっとこのファイナルラウンドに関しましては転落の取り合いという展開になっていますが、
もうこれシュレック選手は多分ね、押してくると思うんで、中野押し込んでいく。おさあ蹴りを見回りながらも組みついていこうという、これ場外です。これは場外です、ね、これ場外ですね。スレックさんも完璧に転落狙いです ね、 狙いですね、そうですね。まあだからヤン選手はそれやることが分かってるんです。三日月のワンツー、三日月おまけ、さらに右ノック、三日月が効いてますよ、かなり苦しい状況になっています。関根シレック秀樹右ノックを出していきました。結構シレック選手倒れちゃうかもしれないですね、飛び出たかもね。ですから右ノックです。どこでチャンスをつかむか関根、しかし左の拳も浴びていますが転落を狙っていった。見事一本勝ち、一本三つの転落を取りました。関根シレック秀樹です。関根シレック秀樹、 The winner is 秀樹シレック関根。このゲーム性面白いな。このゲーム性面白いでしょ。面白い面白い。ポツさん引退されてるじゃないですか、はい、ボクシング、はい、やりたくなってきた。やりたくなりますよね。もっとこの30秒ルールっていうのはあっていいです。はいはい、30秒が。シュレック選手を1本目となります。まあ、でも実際に競技を引退、それぞれのバックボーンである競技を引退した選手たちが、谷川さん、そうなんですね、参加してますからね。だから逆に言うとやりたくなりますよ、みんな。ですからそういう意味では、本当にこれ、一向のうちあるかもしれません。本当はね、プロレスラーになりたかった大学時代、ユインタが潰れて行き先がなくなって仕方なく受けた警察試験でもね、片親でおばあちゃんが育ててくれたから、おばあちゃんがね、泣いて行くだけ行ってくれと言ったから警察官になりました。その時もね、その時もアントニオ猪木の言葉、この道を行けばどうなるものか、全部は言いませんよ、長くなっちゃいますから、ね、危ぶむ分かれ。それでね、警察官になって約20年やってきました。でもね、自分に嘘をついていたら
地域の子供たちにも何も言えない不良少年にもいろいろ言ってきたけど、俺が一番やりたいことをやってない、そんなかっこ悪い自分が嫌だったから、43歳で警察を辞めプロ格闘家、そしてね、4年前からプロレスに参戦させてもらってます。この時も危ぶむ中でね、踏み出せばその一歩がミッションなりミッションなる、そして皆さんにね、一番言いたいこと、不景気だしコロナだし毎日つらいよね、だけどね、猪木さんの言葉、元気があれば何でもできる、一緒に頑張っていきましょう。勝ちました関根シュレック英樹選手に今一度大きな拍手をお送りください。プロレスラーに憧れ、40を過ぎてプロレスラーになれました。本当に子供の頃から憧れていたアントニオ猪木さんの追悼試合にギリギリ間に合ったと話をしていた関根シュレック英樹です。素晴らしいコメントというかメッセージでしたね。まあ、確かに本当素晴らしかった。人生やはりあの警察官という職、安定した職に就きながらもですね、そうですね、やっぱり夢に向かって一歩踏み出したというね、はいはいはい、それが本当に踏み出せばのその一歩一足ですよね。そうですね、素晴らしかった。そして今 MMA ファイターとしても活躍、プロレスラーとしても活躍、そしてこの巌流島で見事勝利をもぎ取りました関根シュレック英樹です。赤コーナーより藤原義明選手の入場です。田中秀和リングアナウンサーのコールによりまして、関節技の鬼が姿を見せます。これ藤原さん、藤原義明がこの猪木門前へ巌流島in両国に姿を現しました。マイクを手にして登場であります。この大会の前に清水翔馬、そしてイゴール田辺にその技の秘訣を伝えたというこの藤原義明です。113cm 102kg 藤原義明、今コールされました関節技の鬼藤原義明。藤原でございます。本日のご来場誠にありがとうございます。厚く厚く御礼を申し上げます。去る10月1日7時40分アントニオ猪木さんが亡くなりました。猪木さんが亡くなっても猪木さんの遺伝子は永遠であります。ありがとうございました。